どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今ね、宮崎県の、宮崎ブーケンビリア空港、宮崎空港ですね、今いましてですね、今回ですねダイヤモンド市をね今やっているんですけども、本来ですね羽田から北海道のね路線を5月の頭に取ってまして、まあそれがね緊急事態宣言の影響で行けなくなってしまってですね、でそれの帰りの便を、まあもともとその便、その羽田から北海道っていう便はダイヤモンド市をねプレミアムポイントの端数をね稼ぐために入れた路線なんですけども、まあそれがですね、まあ乗れなくなってしまったということで、その便自体は他の日にね振り替えたんですけども、今回はですねその帰りの便で取った、ユナイテッド航空マイレージプラスで取った北海道から羽田の路線ですね、まあ、それをキャンセルしてですね、それを今回こちらの宮崎空港から羽田空港のね路線に振り替えたっていう感じなんですよね。で今現在ですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスで取った路線ですね、キャンセルするとマイルがね返ってこないんですよね。まあこれはまあ会社によってね対応分かれてるんで、まあしょうがないんですけども、マイルが変わってくる代わりに、トラベルクレジットっていうね、クーポンみたいなものを、付与してくれると。まあ、それで1年以内ね使ってくださいということで、今回ねこの路線発見したわけなんですよね。ということで今回ねダイヤモンド仕様をね今回はちょっと一旦置いといて、宮崎空港からですね羽田空港まで、今回ね直行便で帰りたいと思います。で今日撮影しているのはですね、6月の20日ということで、今日ね20日なんですよね。そう、皆さんブラックツアーのねウェルシア行かれてる方はね知ってると思うんですけど、今日ウェル活デーなんですよね。私もね帰ってウェルシアに行かなきゃいけないんで、ユナイテッド航空のねマイレージプラスだと、いろんなね空港を経由して十何時間かけてね羽田空港に行くことも可能なんですけども、まあ、今回ね直行便で帰りたいと思います。ユナイテッド航空のねマイレージプラスでね利用されている方で、今こんな状況でねキャンセル等々ねされている方もいらっしゃるかと思うんですけど、ひとまずそのトラベルクレジットはですね1年間有効期限がありますんで、で路線もね変えても OK ということですので、もともと英語サイトでそれを日本語切り替えてねやんなきゃいけないんで、まあ分かりづらい部分もねあるかなと思うんですけども、ぜひそんな感じでね利用してみていただければなと思います。特典のキャンセル自体はですね電話で、することができますので、電話番号ね概要欄に載せておきますんで、まあそこでね電話していただいてキャンセルで、トラベルクレジットの話もされると思いますので、そちらでねよく聞いていただいて利用ねしていただければなと思います。で今日はね11時のフライトということで、今ね10時過ぎということで、クイーンねしていきたいと思います。ユナイテッド航空のねマイレージプラスで発券しておりますので、カウンターでね発券していきたいと思います。それでは行ってきます。それではね無事発見することができました。今回ユナイテッド航空マイレージプラス6000マイルですかね、はい、で取りました。今回は ANA608B ラバン搭乗口17A ですね、グループ1です。で残念ながらねプレミアムプラスいっぱいということで、普通席で帰りたいと思います。では保安検査場を、ね、通って ANA ラウンジの方ね行きたいと思います。それですね、保安検査場を通りました。ちょっと申し訳ないんですけど、またねカメラの調子が悪くなってしまったんで、今回ではね見づらくなっちゃうかもしれないですけど、ご了承ください。それではね ANA ラウンジ行きましょう。いやー、今日は日曜日なんですけど、まあ、そんなに人も多くないですね。でもまあこの空港自体ねそんなに大きい空港じゃないんで、もう本当に今歩いているここが搭乗口で、向こう飛行機が並んでるっていう感じで、すっきりした空港となっております。それではね到着しました。こちらですねラウンジ応用度ですね。もうこんな感じでね ANA の上級官も JAL の上級官も一緒の感じとなっています。それはねラウンジ出ました。
もうねグループ1は登場しておりますので、行きたいと思います。かなり並んでおりますので待ってからね登場していきたいと思います。こちらですね ANA608便東京1ですね。それでは登場していきましょう。それでは座席に着きました。今回ですねなんと宮田さんの21番楽しみたいですね。こんな感じでモニターもついてる、ね、ANA ではお客様に安心して飛行機をご利用いただくために ANA キャンプロミスにおける新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組んでいます。足元はですねヘッドプリントの設置、飲料の定期的な消毒、空港各所に小指用消毒液を設置しております。隕石ブロックも2ついただいておりますので機内の空気は約3分で入れ替わります。客室乗務員はマスクを着用します。機内の定期的な清掃、ご搭乗のお客様へのお願いがございます。空港内と機内では必ずマスクなどをご着用ください。スムーズにご搭乗、そして飛行機からお降りいただくために次回ご利用の際もできるだけ事前に手荷物をお預けください。飛行機からお降りの際にはお客様同士の間隔の確保にご協力ください。乗客と乗務員全員によるマスク着用、ソーシャルディスタンシング対策、お客様がよく手に触れる部分に対する定期的な消毒除菌によって航空機内での感染リスクは限りなく低くなっています。旅先でもどうぞ気をつけてお過ごしください。皆様こんにちは、スターアライアンスメンバー ANA 東京行き608便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は皆様シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。 Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. 皆様離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のベルトも合わせてお確かめください。
外にはね、映画とかビデオとかスカイテレビ、いいブックスもあるんですね。いやー、これあるとないとだいぶね、機内の楽しみ方変わりますよね。ですね、ちょっと先ほどまでね、かなり映像がね、見慣れてたと思うんですけど、今これ iPhone で撮ってるんですけど、ちょっとカメラ切り替えました。ちょっとね、ずっとソニーの ZV-1 を使ってたんですけど、それのオートフォーカスが完全に多分壊れちゃったと思うんで、ちょっとね、GoPro で行きたいと思います。私ずっとソニーのカメラ使ってたんですけど、この ZV-1 っていうね、カメラはすごい綺麗なんですね、映像は。ですので、私的にはそれで撮りたいんですけども、なかなかね、カメラ補正が辛いっていうところで、ジンバルとかに、ね、されたなかなかね、お見せできる映像にならないんで、と思ってたらオートフォーカスが壊れるんですということで、ちょっとね、GoPro の映像でこの動画をね、撮っていきたいと思います。今ね、ジンバルのドリンクサービスが来ておりますんで、いただいてちょっと休みたいなと思います。アップルジュース、アップルジュースだけど、まず最初にプレミアムクラスにお座り
座りのお客様、次に5列目から15列目にお座りのお客様、最後に16列目以降にお座りのお客様の順にご案内いたします。ドアが開き準備が整いますので少し時間を要します。プレミアムクラスを含む全てのお席にお座りのお客様は、客室乗務員が改めてご案内するまでお席にお座りのままお待ちください。感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします。それではね、無事に到着しました。ドアが開くのを待っております。やっぱり、ね、全然違いますね。軽く寝ようかなって試みたんですけど、結局ずっといろいろちゃわちゃわいじってたら到着しちゃいました。ということでドアを開く前にね、もうしばらく待ちたいと思います。ではね、羽田空港到着いたしました。本当にあっという間にフライトでしたね。ということで今回ね、傘だけ預けておりますので、それだけ受け取って出口の方に行きたいと思います。いや、いいですね。めっちゃかっこいいです。ちょこちょこ YouTuber の方が海外行かれだしましてもね。いや、いいですね。私もね、ハワイだけ予約しました。まだ空席待ちで、空席落ちてきてないですけど、一応ね、行ければなと思って、今回はね、行きビジネスの帰りエコノミーにしました。まあ、ビジネスでも行き帰りビジネスでも良かったんですけど、前回ね、フライングホヌのビジネスクラスに乗って帰ってきたので、今回ね、普通のボーイング777のビジネスクラスと、まあ、帰りはね、ホヌのエコノミークラスのね、座席もちょっと乗ってみたいなと思いまして、そっちで空席入れております。まあ落ちてくるかね、微妙なラインですけども、このダイヤモンドパワーでね、落ちてくるといいですね。でハワイのね、滞在先はマリオットホテルをね、数軒予約して、そこでちょっと楽しめればなと思っております。まあ空席待ち次第ですかね。まあそれで行けるかどうかっていう感じです。それではね、手荷物取って外に出たいと思います。ということで今ね、バスターミナルの方にいるんですけど、人はまあまあいますね。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使ってですね、宮崎から羽田空港戻ってまいりました。まあ、今回はね、1回取ったね、特典航空券をキャンセルしてね、それでトラベルクレジットで、こちらに来たという感じですね。で、もともと取ってたのは5500マイルでね、羽田北海道を取ってたわけなんですけども、今回ですね、宮崎から羽田、しかもね、直前に発見したっていうのがありまして、差額はね、500マイルほど、足されて、まあ、6000マイルでね、こちらに、到着したっていった形になります。いやね、キャンセルができて、それをね、また他の便に振り返るのをね、利用できるっていうのは、まあ、差額のね、マイルは必要になりますけども、やっぱりね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、かなり便利に利用できるのではないでしょうか。ということで今回ですね、ダイヤモンド周遊のね、おまけみたいな路線になりましたけども、今回ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。